匠くくんシリーズは、後藤忍による日本のボーイズラブ小説。角川ルビー文庫、角川ミニ文庫より1992年4月から2014年3月まで、刊行された。イラスト担当は大谷和美。小説だけではなく、漫画家やドラマ CD 化、実写映画化もされている。2014年より、匠くんシリーズの続編となる。 さきよ和の優雅なる生活が刊行されている。2007年、角川書店の発見。夏の百冊に、そして春風に支え相手が選ばれている。2016年2月時点で、シリーズ累計発行部数は500万部を突破している。早間拓章は、指導学院高等学校2年生であり、過去のトラウマにより、人間接触権を症の患者でもある。 ある日同級生のサキヨシカズと同室になり、様々な事件を経て、二人は恋人同士になる。それ以後は、人の恋事に様々に関わり、交友関係を広げていくことになる。声の記述は、カセットジューン、ドラマ CD の順道入試から、小説ジューンを経て、現在はシェルにて連載。書籍化は角川に遺跡後からで、角川スニーカー文庫から角川ルビー文庫と、 映っている。イラストは、小説順時代には主に立花話ーが担当し、井上助とも主人公の、通り過ぎた季節の実、清水、誠が担当している。文庫本家にあたり親家かが以降担当している。その後を書いた、佐き義和の優雅なる生活では、単行本にはイラストがないが、角川ルビー文庫版でも親和美が担当。角川文庫版は、 ようこが表紙のみを描いている。旧版を時系列順に再編集し書き下ろしを加えた新表紙の完全版。いずれもシェル連載。作画は第1巻、そして春風に囁いてのみビリー高橋が担当し、第2巻以降は大谷和美が担当している。ありがとうございます。